皆さん、サッカー見てますか？どうもこんにちは、エアクラーター20です。いやー、もうクリスマスのシーズンになっちゃいましたね。皆さんはどうお過ごしでしょうか？僕はですね、個人的にちょっと風邪をひいてしまって、鼻声でこの動画録音させてもらってるんですけども、今回は冒頭でね、少しだけドイツのクリスマスマーケットの雰囲気味わっていただけたらいいかなと思って、映しております。ですが今回はクリスマスマーケットがメインではなく、前回の動画非常に多くの反響をいただきまして、今回もですね、このグループ E の2試合、観戦している様子を動画に撮って編集させていただきました。よかったら、最後まで見ていってください。それではですね、お店の中に入っていこうと思います。今回我々が座った席を軽く説明しますと、カメラに映っている向かいのこの画面、こちらで日本対スペインが放送されておりまして、画面に映っていない右側、そしてカメラの、反対側ですね、後ろ側、この2画面でドイツ対コスタリカが放送されております。我々日本人を挟んで両側にはスペインサポーターの方々、そして画面に映っている左側、映っていない右側にはドイツ人のサポーターの方々が観戦しております。はい、こちらが試合が始まる前の時点での順位表になっております。この後何が起こるのか皆さんすでにご存知だと思いますが、動画の方見ていきましょう。Immer ein Fuß dazwischen noch. Ich bin der Fehler. Oh, oh. Ich bin der Fehler.
いや嘘嘘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 嘘泣くな泣くなまだ。無理がない。スペイン勝たないといけなくなっちゃった。スペインか。スペインはいけるでしょ。スペインはいけるありえへん。いや、スペイン今まで負けるしない。トミー入れたけど、もう。ビッグファンジーケア。Gibt es noch einen kurzen Moment, Kimmich? Und Sané! Er ist noch den Augenblick warten, also... ゴンディアン、やばいね。ゴンディアン、ゴンディアン、ゴンディアン。ハッシュタグ、ハッシュタグゴンディアン。Ja, die können sich doch wirklich nicht an diese Zeit. Ja, die Gossen. Es ist. Maschka! Ja! はい、いかがだったでしょうか。今回も通常とはねまた違った形の Vlog だったんですが、
このエンディング夜道をですね一人で日本の勝利の余韻に浸りながら歩いて撮影しておりました。皆さん次の日はね試合後眠たい目こすって学校やお仕事を行かれたと思うんですけども、今回の日本の劇的勝利で皆さん一日なんとか乗り切れたんではないでしょうか。サッカーにはですねそういった人の気持ちを動かす大きな力があります。そんな魅力をね動画を通してねどんどんこれからも伝えていきたいと思いますので、よろしかったら皆さん、高評価チャンネル登録で応援してください。最後はですね我々日本と同じくグループリーグ1位を突破して日本の試合後でもまだまだその勝利の余韻に浸るモロッコ人サポーターの方の写真でお別れしましょう。エアクラーター20でした。バイバイ。